これまで唐津市は中学生と高校生の希望者を対象に学校ごとの集団接種を検討していましたしかし国はおととい学校での集団接種について同調圧力が生じる上、接種後の体調不良へのきめ細かい対応が難しいなどとして現時点で推奨しない方針を示しましたこれを受け唐津市も学校単位での集団接種は取りやめることを決めました 市によりますと中高生への接種は医療機関での個別接種を基本としますが地区のスポーツセンターなどでの集団接種も検討するということです唐津市はあす16歳から64歳の接種券を発送し12歳から15歳の接種券は7月下旬に発送する予定です